おはようございます、佐藤剛志です。ほぼ毎朝インスタライブ、今日は8月20日土曜日の朝でございます。今日はね、なんか海はすごく穏やかなんですけど、雲がすごく多くて、このままだと綺麗な朝日は見えないかなっていう、感じです。まあもうちょっとしたらあそこの辺が明るくなるかな。で、今日はですね、こんな T シャツを着てるんですけど、何の T シャツかっていうと、私の仲間の、江口くんがトラックスっていう、こうジビエの生産加工、まあ、ジビエっていうのは例えばイノシシとかシカとか、まあ、野生の鳥獣ですよね。それのお肉の生産加工をやっている、トラックスという会社があるんですけど、そこがですね、今日8月20日、糸島市の島の先にラズパークっていう超おしゃれなグランピング施設があるんですよ。でそこでなんか大きなイベントをやるということになって、そこに出店するんだと、イノシシ2頭丸焼きするんだと。でとても大変なので、佐藤先生ちょっと手伝いに来てくれませんかということになって、行くことにしました。一応トラックスのアドバイザーっていう立場であるので、いろんなこう売り方のアドバイスをしたりとか、加工のアドバイスをしたりとかで、まあ本当に人手が足りない場合はこうやってイベントのお手伝いに行って、こう売り方の工夫を実践していくみたいなことをやってますが、でまあ今日は、ラズパークっていう超おしゃれなグランピング施設でイノシシを2頭丸焼きするっていうことをやってきます。本当はもう朝10時ぐらいスタートなのかな、仕込みは9時ぐらいからやるらしいんですけど、で夜の8時まであって、あまりにも長丁場なんで、もうとてもみんな体力が持たないということで、シフト制にしようということで、私はまあ2時ぐらいから行って片付けまで、やる予定になってますが、で、ちょっとその前提としてジビエのお話をしてみようかなというふうに思っています。真面目な話です。でイノシシとかシカとか、まあ、あと、まあ、いろんな鳥もいますけど、ヒヨドリとか、畑の農産物を食べるわけですよ。でそれを鳥獣害というふうに言いますと、じゃあイノシシとかやっつけりゃいいじゃんと、駆除すればいいじゃんということなんですが、イノシシとかを捕獲しようとするとですね、免許がいるわけですね。ですぐこう免許っていうとなんかね、イノシシの狩猟免許とかいうと鉄砲みたいなことをイメージしますけど、猟銃の免許取るのってめっちゃ大変なんですよ。で普通の人たちは罠の免許を取ります。罠もまあくくり罠とか箱罠とかいくつか種類があるんですけれども、まあそれは置いといて、でこう罠で、押しかけて、でそこでイノシシとかシカとかを取って、で畑の被害を防ごう。で問題はそのかそこから先なんですね。じゃあ取ったイノシシどうすんの、取ったシカどうすんのっちゅう話で、で日本にはですね、土地区条法っていうのがあって、牛、豚、馬、羊、ヤギの5種類は必ず都道府県が定めた、認定した土地区場とか土地区センター、食肉加工センターみたいなところで、捌かないといけないっていう決まりがあって、まあ、イノシシとかシカはその5種類に引っかかってないので、自分とこで捌こうと思ったら実は捌いてもいいんです。ただ問題は
さばいたものを自分で食べるにはいいんだけれども、その肉を売ろうと思ったら保健所の認めた施設でさばかないといけないんですね。でその保健所が認めた施設を作ろうと思うと、まあ、かなりのお金がかかってなかなか難しいと。で、まあ、糸島市内で本格的に稼働している施設って3カ所ぐらいって言ってたかな。なかなか難しいし。で、まあ、江口くん、トラックスは、まあ、大きなお金をどうにかして、自前でそういう場所を建てて、いるわけですよ。で、イノシシ取ってきたりとか、農家さんとか漁師さんが、こう、鹿とかイノシシとか持ち込んできて、当然、そのなんか締め方とかがすごく大事らしいんですけど、もう、このクオリティじゃないと引き取りませんみたいな感じで、基準設けてて、すごくいいお肉を生産することになってます。で、ただ、じゃあそうやって保健所に指定された施設でさばきましたよ、クオリティの高い肉ですよって言って、イノシシの肉をスーパーに置いて売れるかって言ったら売れないわけですよ。まあイノシシの肉と豚肉って結構なんか似ているし、当然イノシシの肉の方が高いので、まあ皆さんもね、スーパーに行ってイノシシの肉が豚肉より高く並んでて、あ、イノシシの肉だ、買おうみたいな感じにはそうならないんじゃないかなというふうに思います。つまりこう、生産して出荷すれば自然に売れていくようなものじゃないわけですよ。で、積極的に売っていかないといけないし、あ、イノシシってこんな味なんだ、こんなに美味しいんだ、鹿ってこんな味がするんだ、こんなに美味しいんだっていう認知を広めていかないといけないですね。でそのためにはこうやってイベントとかに出展して、え、ジビエの串焼きがある、食べてみようとか、え、イノシシの丸焼きの振る舞いがあるよ、食べてみよう、わー美味しい、また食べたいよね、みたいなことをやっていくことがまず大事だと思ってまして、でまあ当然そうやってイノシシの串焼きを売るにもいろんな、まあノウハウは多分あって、私なりに思いついていろいろやってますけれども、その一環でですね、今日は、ラズパークっていう超おしゃれなグランピング施設でイノシシを2頭丸焼きするっていうことをやってます。めちゃくちゃ体力的に不安です、長丁場でも。なんか本当に今日朝ね、会場レイアウトの資料とかを開けて見てみたら、結構なんか大掛かりなフェス的な感じになっていて、ちょっとワクワク。あのおしゃれなところでいろんな業者さんがお店出して音楽とかやってね、え、なんかどんな感じになるんだろうと思って超ワクワクしてます。はい、まあ皆さんもですね、もしお時間があったらラズパークにお越しいただければなというふうに思いますし、ただなんかね、ラズパークの近くにも駐車場があるんですけど、そこは多分ね、業者さんの車でいっぱいになるみたいで、桜井神社の無料駐車場に車を止めて、そこから無料送迎バスが何分間に1本こうピストン輸送してるらしくて、そこだけがちょっと大変そうかなっていう気はするんですけれども、まあ、ぜひお越しいただければなというふうに思います。まあ本当にね、イノシシ、まあちっちゃなイノシシですけど、イノシシがくるくる回されながら、イノシシから油が出て、その油で表面がテリテリになって、それを丸ごと解体していく様子とかいうのはなかなか見てて面白いんじゃないかな、そして食べたらもっと美味しいんじゃないかなというふうに。ああ、やっぱり今日はなんか雲が多くて、あんまり空は綺麗じゃないですけど、じゃあこうね、行きましょうか。
ね、今日もあの鳩場ではこっちかな、鳩場では釣り人がもう釣りをしてます。太陽がもうね昇ってる時間なんですよね。だけど今日は雲が多くて朝焼けもなくて、もう雲の隙間からちょびっと赤みが出てるっていう感じですね。海はすごく穏やかでございます。今日はなんか昨日はね結構カラッとしてて肌寒いぐらいの感じで、半袖だったら寒いなとか言ってたんですけど、今日はやっぱしなんか湿気が多くて蒸し暑い感じ、風が今みたいにあると涼しいんですけど、はい、じゃあ、土日でございます。皆さん素敵な週末をお過ごしください。頑張ってイノシシ焼いてきますということで、ほぼ毎朝インスタライブ佐藤剛志でした。今日も素敵な一日を。おはようございます。ほぼ毎朝インスタライブ佐藤剛志です。今日は8月の21日日曜日の朝でございます。さっきまでほんの1時間ぐらい前まで雨が降ってて、じゃあインスタライブできないかなって思ってたんですけど、雨止んで、まあ行ってみるかできたら、やっぱり雲がすごく多くて朝日も上がってなくて朝焼けもなくてこんな朝でございます。であと今日はやっぱり波もちょっと高いですね。昨日はですね、ラズパークっていう糸島にあるすげーおしゃれなグランピング施設で、糸島マルシェっていうのがあって、トラックスっていうトラックスね、トラックス、ジビエの生産加工をしている会社のイベント出店のお手伝いをしてきました。で、まあまあ2部構成で11時から4時までは糸島マルシェっていう、一般向けのお客さんの販売で、それから6時以降はその主催者団体の懇親会のおつまみを提供するという二部構成です。でなんかね、朝からちょっと嫌な予感がしてて、こう朝送られてきた資料を開いて駐車場どこですよみたいなの見てみたら、一応スタッフなのにですよ、桜井神社っていう近くの神社の無料駐車場に車を止めて、で、そこからシャトルバスで会場に来てください。みたいな。でまあお客さんもそういうわけですよ。でそんなのやってらんねえなって思って、まあちょっといろいろ考えて人脈を駆使して近くの知り合いの農園の駐車場に停めさせていただいたんですけど、で着いてね、まあそのメイン会場はステージが組まれて、机が並べられ、パイプ椅子が並べられ、なんかすげえイベントっぽくなって、ああこんなところで出店できんだみたいな、これテンション上がるなとかって思ってたんですけど、
あれでも出店者ブースないな、糸島マルシェはどこでやるんだろうみたいな。で主催者のスタッフの T シャツを着てる人に声かけて、え、あの糸島マルシェの出店者ブースってどっちですかって言ったら、あそこずっと向こうに行って、あの昔の駐車場があるんでそこですって言われて、はぁ、あ、みたいな。でそれからこうぐるーっと回って、動線がすごい悪いわけですよ。なんかこう木製の仕切りみたいなのがあって、でなんか土の山盛りみたいなのがあって、こうぐるーっと回ってやっとたどり着いて、でたどり着いたらなんかなんていうんだろう、砂地まあまあそうですね、舗装されてない、まあ、グランドみたいなところに小学校テントがいっぱい立ってた。なんかね、こう夏祭り会場とか盆踊り会場感なんですよ。なんかおしゃれな感じとかが全くない感じで、おお、こんなとこなのかみたいな。でお客さんどんだけ来るかねみたいなことをスタッフと話してて、今日串何本準備したの、300売れるかなって言って、売れるでしょみたいな、これだけの規模のイベントですから。で11時スタートで、普通もう11時スタートで12時とか12時5分とかなったらもう行列ができるぐらいの感じなんですよね。だけどもう12時15分になっても12時30分になってももう会場ポツポツポツとしか人がいないんですよ。でもう結局それが4時ぐらいまで続いて、目標の本数には全然届かずに、でもまあ焼きながらイノシシ2頭丸焼きして、本当に改めて思ったのが、駐車場って大事だなってね、なんか糸島の人って車の移動が中心で、でしかもどこに行くにも無料駐車、広い無料駐車場があってそこからすぐみたいな感じに慣れてるので、桜井神社に車を止めてそこからシャトルバスで会場まで来て、帰る時もシャトルバスで戻ってそこからまた車でとか、そりゃお客さん来んな感じがして、まあそれ以外にもね、いろいろイベントのこう改善点を指摘しようと思ったらいろいろあるんですけど、それはまあちょっとね、あの JC っていうあの主催者さんのまあいろんな事情もあるでしょうから、まあそこはまあ置いといても、まああのイベントをやる上でいろいろ勉強になりました。でね、イノシシ2とずっと丸焼きして、もうすごいもう真っ黒になって、これだけね日焼けするぐらい炎天下の中で、で6時から懇親会があるので250皿そのイノシシの丸焼きをのまあおつまみを作らないといけなくて、でスタッフみんなで協力して、でイノシシ2頭解体して切り分けて、で皿に盛り付けていくっていうことをやって、どんだけ時間かかるんだろうとかって思ってたけど、わずか30分で作り上げて速乾みたいな、多分会場の中で一番早かったんじゃないかなと思いますけれども、まあいろんな意味でいい経験でした。あのその後半戦の部分はですね、お客さん一人一人からお金取るんじゃなくて、もう主催者側からもう250皿これでお願いしますっていう感じで料金をいただいてるので、そのお金を儲けて楽しいとかそんな感覚ではなくて、でももうお客さんがぐわーって来てくれて、あこれもう一皿もらっていいですかみたいな感じになっていくのがやっぱり、まあ、商売みたいなのやっててすげえ楽しいなっていう風に改めて感じましたね。いくら暇でこう椅子で
こうくつろげててもお客さんが来ずにずっとボケっとしてるよりはもう汗だらだらかいてすげえ働いてる方がやっぱり楽しいなっていうふうに思いました。でまあ本当に昨日も暑くて途中ちょっと熱中症になりかけて、まあ休憩もしながらやりましたけど、まあなんでこんなことをこれやってんのかなっていうことを改めて思うときに、そのやっぱ旧大の先生やってて全国各地で講演セミナーとかをやっていくと、なんかやっぱりこう先生先生言われてるとふんぞり返る感がやっぱりなんとなく出てきて、多分そのふんぞり返り感がこう普通の人たちの感覚とちょっと離れていくような気がするわけですよ。でまあ48にもなって汗だらだらかいて熱中症になりながらイノシシ丸焼きして、でイノシシの帽子かぶってアホなことやって「いらっしゃいませ!」とか言って、でね、あのお客さんが写真撮ろうとしてたら写真撮ってあげたりとか、いろんなこうことを考えながらサービスして喜んでもらう、なんかそうした時になんかこう市場の感覚っていうか一般の感覚もわかるっていうか、自分の中でそのふんぞり返り感もなくなるし、なくなるわけじゃないんですけど、まあこう広がっていくところが調整されるっていうか、まあそういうこともありながら、またねなんか48歳にもなってイノシシだらだら汗かきながら丸焼きする、それを切り分けてお客さんに提供するとかいうことが経験できているっていう人生が楽しいかなというふうに思います。まああのいつか話しましたけど、人生はね、どれだけ人生初を作っていくかで充実度が決まってくるっていう話をしましたけども、本当に昨日の一日でも、まあイノシシのね出店自体は何回もありますけれども、あの敷地内でやることとか、あのお金のかけ方をしていてめっちゃお客さんが少ない、その理由を一生懸命考えてみるとか、まあそういうのもね人生初だし、まあそういう毎日を送っていきたいなっていうふうに思いながら、で昨日は一日イベントだった長丁場ね、一番早い人はもう8時から会場着いて9時に準備して、で11時オープンで、で夜の7時過ぎから片付けてみたいな、本当に丸一日イベントだったんで、もう疲れ果ててます。で今日は糸島マルシェじゃなくて鳥海神社の福マルシェっていうのが、10時から2時まで、4時間あります。でこれのスタッフがいないから佐藤さんよろしくお願いしますみたいな。でまたもう昨日の T シャツはもうびしょびしょなんで、違う T シャツで。今日も行ってこようかなというふうに思ってます。まあ本当にね、まあちょっと体調は少し回復してきましたけども、体調が万全ではなくても、そうやっていろんな人と関わりながら自分と関わってくれる人が笑顔になっていくこと、それこそがなんかやっぱり一番の元気のもとかなというふうに思っています。はい、じゃあ恒例の糸島の今日の海でございます。まあ穏やかそうに見えますが、ちょっといつもよりも波がありますよね。
これ多分船とかで沖に釣りに出たら多分すげえ揺れて船酔いするぐらいの感じかな。今太陽が昇ってるはずなんですけどね、さっきまで雨降ってたぐらいだからもう全然太陽出てなくて、という、8月21日の糸島の海と朝日でございました。今日も汗だらだらかいて頑張ろうと思います。じゃあ、今日も素敵な一日を、ほぼ毎朝インスタライブ佐藤剛志でした。もしお時間都合がつけば、福岡市の鳥飼神社までお越しください。イノシシの串、鹿の串を焼いて待ってます。じゃあ今日も素敵な一日を。